はい、こもちゃっちゃー。こもちゃっちゃー。こもちゃっちゃー。どうでしたか、この番組は。すごかったです。また来てくれるかな。いいとも。言ったね。言わなあかん、今のはね。また来てくれる人は初めてだね。そうな。あのね、これ、準レギュラーで、うん、いいの、ミュっていうのを言うのがいいんだよね。言ってるだけでしょ、これ。本当に準レギュラーなのよね。一回番組乗っ取られた。乗っ取られたの。すげえ、あいつ。そうそう。だから、あの、準レギュラーナンバー2でいていいよ。いいですか。あのね、いていいよ。メモされちゃっていいの、うん、俺みたいなもんが、いいよ、あなたみたいなもんが、いや久しぶりこんなスポーツみたいなの。汗かいた。戦いでしょ。戦い戦い。告知は、コムチャとチェリーベル、特にコムチャの方はですね、うん、ジョイサウンドさんとの蜜月が始まったので。あら。大人な関係。もう夜は、じゃあこの番組と、じゃあ兄弟、そういうことですよ。じゃあ今度さ、コムチャと、うん、あのこれとさ、うん、コラボしてやればいいじゃん。何ちゃっちゃんなのこれ。ジョイの2人がそちらのコムチャにお邪魔してもいいですか。生ですけど。生ですよ。生なの。あ、無理無理。あんたこの間出てたじゃないか。いや、だってものすごいもう大人らしくしてた。生、途中まで生って知らなかったしね。まあでも、またなんかまた来たいと思いますので。ありがとうございます。よろしくお願いします。磨いていきます。2秒間練習しといてください。練習しとく。傷ついて、はい、大丈夫。リベンジ。よし。はい、ということで、お相手はパクロミと宮野守と桜井孝宏でした。ジョイサウンドファー。